イエジ・ユゼフ、ヘンリク・ポトツキは、ポーランドの貴族、外交官、伯爵、トルコ駐在大使、アメリカ合衆国駐在大使を歴任した。ロマン・ポトツキ伯爵とその妻のエルジュビエタ・ラジビュブナ、公女の間の次男として生まれた。父方の祖父は、シスライタニエン首相のアルフレト・ユゼフ・ポトツキ、母方の祖父は、ドイツ皇帝の高級副官、アントニ・ビルヘルム・ラジビュである。 1930年にスペイン人のスサナデイトレゲーと結婚し、息子を一人も受けている。オーストリア・ハンガリーの崩壊後、ポーランド共和国の市民となった。1919 19年1月8日にポーランド軍に入隊し、騎兵隊員に任命され、参謀本部に属した後、ブダペストのポーランド大使館に駐在部官として派遣された。1933年に、 イタリア駐在大使に任命されたが、4カ国協定の締結に反発して辞退した。1933年より1936年までトルコ駐在大使を、1936年より1940年までアメリカ合衆国駐在大使を務めた。1945年にポーランドが共産化された後は、スイスで亡命生活を送った。AB ミノコウスキー、マーク・ジェルジア、ジェルジア・ヨゼフ・ヘンリク・パトッキゼット・パダジェック・ HP ピー・ラバ。2012年4月4日閲覧。エンサイクロペディア・ブリタニカ。ボリューム23、1973、S776。ありがとうございます。